昨日はさ、まあ、中国のある地域のさ、あの教育関係のね、人たちがあの三浦のさ、あの小学校とか中学校見たいって言って、で昨日あの、黒川君がね、一応僕ちょっと用事あったんで、あの同行してさ、で市長とかもいろいろあったりして、あのコミュニケーションを取りながらいろいろ話したらしいんだけども、あのその中でね、まあ、報告受けてて、面白いなと思ったのはさ、今ね、すげえ数の人がいるわけだよな。でさ、例えば学校っていうのもそうだよな、まあ、日本なんかだと、まあ、俺なんかもそうだけども、ちっちゃい時ってさ、僕は中学校ね、まあ、で、まあ、転校してさ、入った中学校時代がね、11組だか12組あったかな、1クラス。ね、でそれがさ、3クラスあるんだよ。で、小学校もさ、結構の数いるよね。で、今さ、よく考えてみると、日本ってさ、どんどんその、なんていうかな、学生の数減ってるじゃん。そうすると、大学とかさ、まあ、大学などほぼほぼ誰でも入れるようになっちゃったよね、今は。要するに進学する人たちってさ、むしろ学校の数より少ないわけだから、ある意味ではさ、要するに大学はね、誰でもできるように行けるようになっちゃったし、僕たちが、お前そんな高校行ったのなっていうやつが、そこの有名なさ、高校に入ったりしてるわけじゃん。それさ、人がね、今減ってるから、そういうことになってるわけだよね。とか、俺なんかの時代ってさ、やっぱりね、なんていうかな、学校の教育っていうのはさ、なんとなく人がいっぱいいてね、それで有名な学校に進学して、で、優秀な会社に入って、人生がね、成功されたみたいなことを、学校の先生に言われるじゃん。俺そうは思ってなくて、いつもいつもね、なんとかな、勉強しないとさ、偉くなれないよ、いうわけで。勉強しないと偉くなれないってさ、確かに勉強必要だよね。でもさ、したからって言って偉くなれるのかな、思ったら、ね、そうでもないじゃん。で、じゃあ、学校で勉強しました。じゃあ何のためにね、勉強するんですか、言うと、ね、優秀な大学に入るのは当たり前でしょ、みたいなこと言うよね。でさ、優秀な大学に入ったからといって、ね、じゃあ、その大学出たら何になるんですか。それは簡単な話だよね。優良な企業に入るし、優秀な会社に入れるじゃない、いうわけ。で、それって何かいいことあるんですか？言うと、いいことあるに決まってるじゃない、っていうわけ。安定するんだから。あともう一つは公務員になれるし、ね。で、公務員になれば安心するし、安定するんだ、いうわけ。で、それってさ、全員が求めてることじゃないよね。で、実はこれがね、中国全土と同じことが起きてるわけ。ね、要するに、有名な大学に行かないと、優秀な会社に入れないわけ。で、それを、ね、日本の13倍以上のさ人口に教育しちゃってるわけだろ。そうすると確かにそうだな、大学もどんどん伸びてるし、学力もどんどん伸びてるよね。でもそこに入らなかったらアウトっていうことだと人生どうなっちゃうの、そんなんでいいのってことなんだよね。だ例えば、ね、僕なんかの、ね、学生時代にさ、じゃあ東大に入らなかったらもう人生全部ダメなんだよって否定されちゃったら、入れなかった人どうなっちゃうの、思うじゃんね。で、じゃあ実際にさ、ね、今の、ね、社会よく見てみて分かるけれども、そんなに優秀な大学出たからといって優秀な経営者になった人ってそんなに数は多くないよ。でまたね、学歴見てさ、あこの人この会社のね、要するに、ね、社長さんなんだ言っても、ね、よくよく調べてみたら単なるね、官僚からの天下りだったりするじゃん、ね、特に金融機関なんかそうだよね。実も知らない人たちがさ、どん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 ね、頭いいよな、確かに。で、ね、国の政策ともね、合ってるようなことやってるかもしれないよ。でもその人がちゃんと経済支えてきたかって言ったら、俺はそうじゃないと思ってるわけ。ね、僕はね、教育っていうのは、やっぱりね、大事なことっていうのは、できることだと思うんだよ。だから、知ってることっていうのは、知ってる方の数が多ければ多いほど、要するに、できる範囲は広くなるよね。でもさ、できることを前提としないと、教育だけが前提になっちゃうと、堅苦しくて、人生、生活できないのにと思うじゃん。で、なんで三浦のさ、小学校、中学校見に来るのかなって、お前ちょっとさ、ね、恥かいちゃうかもしれないから、まずね、様子を聞けよと。本当にいいの？言ったら、本当にいいんですってわけ。で、なんか参考になることあるかな。まあ、確かに伸び伸びとしてるわな。で、ね、土地も広くて、ね、都市部に近い一番の田舎だよな。で、そう考えると、そこでさ、教育の現場を視察したいって言うんだよな。で、僕はだから、当然さ、ね、そこの会社、学校で教えてることが、要するに、なんか将来設計になって、で、何かが起きてね、で、いい結果が生まれてるのか。
っていうことを、ね、調べというか、まあ研究しに来たと思ったわけ。違うんですよ、ね、もう今方針を変えてるそうですよ、教育のね。で、教育の方針を変える、どういうことかいうと、ね、やっぱりそうじゃダメだよな、日本の教育に、ね、見習おうってことになってるわけ。教育自体を見習おうっていうことの発想を言ってくれたことがすごくないかなと思うわけでね。日本はさ、これがどんどん人口が減るだろ、ね、それで人口が減ってくるとさ、学校も余ってくるんですよ、ね、企業の就職も、ね、少なくなってくるわけで、ほとんどのさ、今ね、状況でいくと、要するに、産業っていうか製造業ね、第二次産業っていうのはもう海外に全部移転しちゃったんでしょ、ね、で、じゃあさ、第三次産業で生きていくしかないだろうっていう話になるよね。そうすると常に第三次産業につなげるための、じゃあ、一次産業から二次産業、二次産業から三次産業、ね、トータルして六次産業なんて言葉ができてるのと同じように、製造と販売、ね、あと営業力、これは一緒じゃないとこれからの日本は難しいんじゃないかなっていう発想があるわけだよな。そうするとこれね、いろんな文化のミックスをすることによって日本の国内ってね、活性化できるなって僕は思ってるわけで、文化ってね、大事なことだよね。例えば例えばさ、日本がね、東海道ができたわな。東海道っていうね、ことができて、まあこれはさ、何かっていうと中国のね、いわゆる、シルクロードと一緒ですよ、ね、そんなものが日本の中にできてきて、人がそこで行き来することによって情報が伝わってきたろ。で、だから結局ね、その情報に基にして、まあ、結局はね、徳川がさ、全部統一した後に明治維新が起きて明治政府ができたわけだよね。で、その間の間さ、いろんな文化交流は全て人のとの口伝えできたわけだよな。だから逆に言うと、そこにいる人たちはいろんな情報を得ることができた、ね、だからいろんな文化が発達した、ね、あと旅館の文化もそうだな、要するに、食器類の文化もそうだよね。全ての文化がその日本のシルクロードである東海道から発生して、でそれから今度、ね、北の方に回ってさ、ね、白虎隊の人たちが連れてったことによって、当時の世界がどんどん広まってきたわけだよね。で、ようやくさ、この、まあ、本土の文化っていうのが徐々に、ね、活性化されたのに何百年かかったのかってこと、今見てごらん。今は何でも分かるね。要するに情報は全部ネットに出てるわけってなると、ね、この情報の文化っていうのは今までみたいに時間がかからないよな。そうすると答えを見つけるのは非常に簡単に、ね、答えが見つけられるわけだけど、答えを見つけるには要するに、ね、現場できっちりと、要するにいろんなことをしていないと落とし込めないってこと。だから知ってることっていうのはもう今全部コンピューターに入ってるわけだから、今まで試験で ね、いろんなことが出てくるわな。それでその答えについて書くよね。で書く、それで、ね、丸か×かで点数が決まってるよね。そんなのもう必要ないんですよ。要はパソコン見れば全部わかるから。だからこれからの人間の能力っていうのは何かっていうとね、要するに調べるとか知ってる能力じゃないんですよ、ね、問題はそれのもうめちゃめちゃ多い情報の中でどういう、ね、ことをして、要するに社会に落とし込むかっていう能力が必要なんじゃないですかってことで、これがね、僕は人間としての最終的な能力と思うわけだから、ある意味では、ね、僕学歴とかいろんなことをねやるけど、うちの会社ってさ、まあ、いろんな大学出た人いっぱい来てるよね。でいろんな高校出てきた人もいっぱいいるよね。でもさ、俺別に学歴でなんか行ったことないね。でうちの会社の中で学バスないね。でそう考えると別にいいじゃん。何ができたかで、ね、何をしたいか何をするか、それだけでいいんじゃないかなと思うわけ。その中で能力ってものが要するに必要だよねってこと。だからある意味では能力ね、僕人間の能力ってこれからねちょっと価値観変わってくるなと思うわけで、今回ね、まあ、報告を聞いて、あ、面白いなと思ったわけ。なんでかって言ったら、今ね学校についてのさ、要するに、経営戦略ってさできないでしょ。ところが今アジア圏の要するに文化を要するに取りまとめたとしたら、日本の13倍以上の人口がここにいるってことで、もう一つね、中国の国内でも湾岸部と山岳部全く教育が違うでしょ。これが全部ね、統一される、同じ国なんだから統一させれる、教育されてごらん。これ、ね、勝てないですよ。人の数違うんだから、で能力も違うんだから。だから逆に言うと今回から、ね、要するにここの中ですごい喜んで帰ってくれたわけ。あ、
なんだそうか、喜んでくれるんだと思ったら、じゃあこれを具体的にどのように落とし込んでいって、じゃあ、教育とかまで変えていって、で場合によってはさ、その教育が進んだ中で、要するに我々は、ね、要するに人材を確保、ね、優秀な人材を確保することができるでしょってこと。これね、今うちで外国人向けのさ、ほら、寮やってるね。で、今度はね、まあうちの社員でね、外国人の人がいるんだけども、この人が入った大学、ここでちょっと今いろんなことやってるわけ、ね、そうすると、あ、この大学さ、受け入れ先だよねと思うわけ、うん、ってことはそれに続随する高校も受け入れ先だよねなったら、小学校中学校も受け入れ先だよなってこと。日本人でね、要するにインターナショナルスクールに通いたい人っていっぱいいるわけだよね。だから山手っていうさ、あの超高級分譲地の地価が高騰してるわけ、高騰したわけね。それは何かっていうのは、インターナショナルスクールは学区があったからね。同じことが言えるんじゃないかなと思うわけね。これは教育の文化っていうのも、僕はある意味では、あの不動産にね、影響を与える要因の一つだなと思うわけね。実際にさ、ね、アメリカではさ、インデックスで全部出てるからね、その学校がどれだけ優秀でどれだけどうなんで、で、そこから出てくる、ね、弁護士、公認会計士、いろんな人の、要するに出身した学校っていうデータが全部オープンにされるわけ。それは何かっていうと、ね、学校を出ることじゃないんですよ。学校出た後にどういう職業についてどれだけ稼いでるかっていう人の分量を全部1年間に1回オープンにしてるんですよ、アメリカはね。だから日本もそうなってくると、ね、あの PTA に不動産屋さんが入ってるのは普通の状態になるよねってこと。アメリカでは当たり前のことだ。だからある意味ではこれからね、いろんなことが動き出すな。でその中で日本の不動産については、ね、そういうもっと範囲の広い形で、あの対応していくような会社だけが生き残るような気がするわな。だからまあ、ね、ぜひちょっと、今回のね、また川切で、いやもう忙しいんだよとにかくね、この黒川君、明日から明後日なんか沖縄行ってさ、まあ、ちょっといろんなねことをやってくるみたいなこと言ってるし、あとはまた4日から11日までまた中国の人来るし、でその中で今度はね、いろんな交流しながら、ね、できることをお互いにすり合わせしましょうってこと、ね、空想とかそんなの意味ないから、ね、だから経済活動が成り立つような形で、ね、要するに空想じゃない現実に落とし込む戦略を考えましょうということを今やってるんだ。ぜひね、その中に今度不動産が絡んでくれば、またうちの会社の中の不動産を動かす、ね、原動力になるよねってこと、まあ、ぜひ、そういう意識持ってね、やってるんで、今年中には何とか形にしたいと思うんで、まあ、ぜひ協力してもらいたいと思うね。お願いします。以上。